ハイタイ。ハイタイ。はい、あ、そう、はい。女性はハイタイなんです。今日知ったのに。はい、ハイタイ、はい。空中世界さん。はい。緊急の出演でしたけども、どうでしたか今日の大交流会は。もう沖縄を感じまくりライブ、最高でした。ね、僕も楽しかったです。なんか本当になんか、歌も歌詞の世界もなんか雰囲気も佇まいもですね、いやいやいや大好きな、ありがとうございます。なんか本当に感謝でいっぱいの歌でしたね。はい、そういったことを伝えられたのでよかったです。これをご縁にですね、またあのどんどんつながっていって東京とか大阪とかいろんなところでできたら、また沖縄でもやりたいと思ってますので、はい、どうぞよろしくお願いします。ジグザグでツアー回れるように頑張ります。はい、空中世界さんでした。ありがとうございました。イエイ。はいさい、はいさい、高橋雄介くんです。はい、こんばんは。ようやく僕の YouTube ではおなじみになってたりもしけども3回か4回出てますよ。ようやく、うん、ようやく沖縄市地元のジグザグ、ね、コザではライブやったことあるんだよね。1回だけあります、前回ね。でもジグザグ初めて、初めてです。今日どうでしたか。うん、アットホームでね、最高でしたよ。ありがとうございます。いや、バサラさんのお客さんもあったかいですし、集めた今回のアーティストさんもいい雰囲気の人たちで、ね、最高のイベントでした。で、僕いつもゆうちゃんとやるときはどちらかというとこうバーとか、うん、でそういうのが多かったから、なんかライブハウスで見るのも新鮮で、うん、そうですね。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当に嬉しかったです。こちらこそです。またこれからも、まあちょっと今シュガーボールもね、お誘いしてるところなんで、もしかしたら来年の4月の27日はゆうすけくんも皆さんと会える可能性が、ね、ですね、はい、ということで、どうぞこれからも引き続き、あの動画使っても大丈夫ですか。もちろん大丈夫です、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。関東、久しぶりの共演でしたね、はい、なんか楽しかった。楽しかったです。本当に楽しかった。何でか分かんないけど、はい、関東がなんて言えばいいのかな、上手くなったっていう、なんか豊かになった感じがした。すごく音楽をさらに楽しんでやってるような感じがして、ちょっと余裕が出てきた気もするけど、本当に世の中だとめっちゃ焦ってましたけど。あ、本当。一回ちょっとしょ、何、最初の時に音がちょっと接触が悪くてね、出なくて、うん、あれもいい感じでした。本当ですか。はい、いい感じって、その何、取り戻す感じが素敵でございます。毎回テンパってるだけです。いや、もうお互いですよ。それがライブですから。はい、はい、ありがとうございます。こちらこそ、はい、またこれからもどうぞご縁を大事にやっていきましょう。はい、関東でした。ありがとうございました。